music. Feel the spark from the fire high. Please enjoy the rock call of fire high. Thank you.
ですね、今日はダイブイントゥロックということで、思い切りロックの波にダイブしていただきたいと思います。今日近畿地方が梅雨明けをしたそうで、晴れた日にこんないいところで暑い夜を過ごせるのは最高です。貴重な3連休の夜をみんなありがとう。2曲ですね、もう汗だくですけども、ちょっと飛ばしてきましたんで、次はちょっとしっとりとした、ロックを聴いていただきたいと思います。グレイで However。 柔らかな風が吹くこの場所で、
ファーレンハイトです。イエーイ、イエーイ。汗がね、これ汗がえらいことになってるんですけど、懐かしめのですねロックなナンバーをカバーして今年で3年目になります。今日は本当にこんなたくさんの人に集まっていただきまして、本当に心より感謝申し上げます。この3年ですね、非常にいろんなナンバーをやってきたんですけど、ちょっとここで、素敵な仲間を紹介したいと思います。ファーレンハイトの全ての演奏の土台となるビートをですね、確実にそして重厚に刻んでいるベースのフロイデですけれども、フロイデはですね、インターネットとか、機材とかの知識がすごく豊富 で我々 のホームページとか掲示板とかを全部作って管理して運営してやってくれています。最近はなんか釣りにハマって今日も日焼けだらけなんですけれども、その地道かの港で会うかもしれませんが、そんなファーレンハイトの頭脳オンベースフロイデ、ありがとう。でですね、ファーレンハイト の演奏はこの人の鍵盤によってですね、厚みと重厚さが増してやっと立体的になります。キーボードのゴッドです。ゴッド、非常にお茶目なんですけども、会社ではですね、音がつくほどの真面目でですね、で、いろんなこう今回の選曲でも困難しよう、あんなんしようって話したら、分かりました、あ、譜面型できますよってこう非常にノーを言わない男なんですね。まあ、ある意味ちょっと安請け合いをするところがあるんですけども、そんな彼がですね、唯一リーダーの私に反抗するのがステージ衣装なんですが、赤いズボンを履いてくれと言ってるんですけど、いや、アマゾンでポチったらサイズがちっちゃくて返品しました、へーへーへーと書いてですね、全然こう今日もこんなラフな格好で、ここずっと反抗し続けているんですけども、そのうち赤いズボンを履かせてやろうと思っています。たまには着よう、赤いズボンね。そのファーレンハイトのマスコットオンキーボード、ゴッド。ファーレンハイトのですね、疾走感とグルーヴ感は彼の、腕によって生まれています。ドラムのドルフです。最年長で、一番のお兄さんなんですけどもね、どのライブをやるにも彼がですね、どのドランカードさんもアニバーサリーさんも見つけてきてくれて、そしてこんな素晴らしいアナザードリームという、ライブハウスも抑えてくれました。彼がいつもいろんなことを全て段取りしてくれるので本当に頼りになるんですが、最近LINE しても掲示板打ってもこうやって携帯をね見るんですね、こう見えないみたいなんですよ。で最近そのもうPA のこうボリュームも見えへんようになってきて、練習でもあかん分かれへん言うてですね、全然こう今眼鏡かけてますけども、ちょっとそういう光景に非常にこう危機感をリーダーとしては抱いてるんですけども、でも我々の頼もしいお兄さんです。でファーレンハイトの良きお兄さん、オンドラムスドルフ。ドリフじゃなくてドルフですね、はい、一応メンバー名全部ドイツ語なんですけど、で、塗り絵で言うならこう下絵ができた状態にですね、いろんな絵の具でもって色彩とか華やかさとか、たまにはセクシーさも入れて作品に仕上げてくれているギターのフリーデンですけれども、フリーデン若く見えるんですけども、ドロフの次に緊張してるようですね、もっと笑って赤いズボンはけーですけど、彼ドルフの次に年を取ってまして、で最近ボソボソっという言葉が親父ギャグなんですね、全部。でその親父ギャグに反応してうなずいてるのがドルフだけなんですけども、この二人の間で会話が成り立っているこれへんや、これへんあるある、よくある、それもその光景にもまたこうリーダーとして危機感を抱いてるんですけれども、そのファーレンハイトのスピリットオンギターフリーデン、その演奏に乗っかって歌っている、ボーカルでリーダーのシェーンです。ちょっと汗が止まらへんね、ちょっと個人的な話なんですけども、私今年はちょっとメモリアルな年でして、28年間青春を捧げてきた、ロックミュージシャンの氷室京介が引退しました。
インターのライブも行ったんですけども、まあ、一つの時代が終わったなと、私の青春が終わったなと思ったのと同時に、まあ、ここからが第二の青春やなと今は思い直しております。その日頃が、まあ、自分がデザインしたこうロザリオを、ね、売ってたんですよ。であれね、売ってたけど13万するんで高いんですよ。高いと欲しいから作ったんですよ自分で。ABC クラフトの材料を買いまして、日頃の写真をこう拡大しながらですね作りました。で今日はこのロザリオを胸にですね、ちょっと日頃への愛を込めて、ここからは思いをお届けしたいと思います。俺を信じて
こういう歌ったら私泣くんで3曲喧嘩にさせて泣いちゃおう泣いちゃおうよみんなで泣くよでもちょっと懐かしいナンバー届けますおい Oh,
でした。ありがとう。